れ、なんでや。あれ、テロップ出されへん。なんでやろ。あ、いけた。充電しながらやろうと思って、やっぱり。今日もご飯食べます。いただきます。今日はお寿司です。この星は美味しくないわけないやんやろ。わさび使わん派。別に入れても食べれるけど、わざとは入れへんかな。そう、お花今日もらって帰りました。ちょっとこのお花の行方は後でちょっと決める。そういえばさ、ショールーム配信1年記念のさ、なんかできるって言ってたのやってないよな。だいぶ過ぎてるけど、なかったんかな、あれ。誰かやってた？他1年経ってる人。あんま覚えてない、あれの最後。星も慣れた、読める。みんなまだ？ないんかな？結局どうなったんやろ？
この星は分からない。ないの方やん、多分。全然回転寿司行くで。ウーベイ知ってるけど行ったことない。また行ってみるわ。美味しいとは聞く。水曜団子です。髪型
みくじな。なんか大凶の人割とおったで。あんだけいっぱい用意して言ってたのに。で、大凶1個しか作ってないね。やのにさ、なんか大凶をめっちゃおった。めっちゃってことでもないけど。大吉とかでもさ何種類かあんねんけどさ、ワンパターンやって、めっちゃ種類あんのに1個しか出んかった。今日1部と2部やで、いつも通り。明日学校や。あるかな、学校。ありそうやけどな。寿司で苦手なネタ
分からん、そんなない。食べれるけど食べへんのとかやったらある。わさびもあれやねん、食べれるけど入れへん。嫌いじゃないけど好きでもないし、入れるのめんどくさいから入れへん。虹ほんまによかったやん、散歩したら。すごいな。得意な紙セット今
位までがめっちゃ空いてるんやな。お話し会の時さ、喉めっちゃ変なった時にさ、すごいなんか直すタイミングなくてさ、ガラガラのままやった時やった。今日はスイカです。
イカの種はお母さんが取ってくれてた。もうだから中におるやつしかない。あんま画面明るくなった感じで、まあいいか。よし、下げてこようかな。下げてきます。よっこいしょ。リップも塗ってくるわ下で。ただいま。塗ろうと思ったけど時間かかりそうやったからやめといた。
よし。次お団子邪魔やねんな。このお花をどうしようっていう話、どうしましょう。多分アレジメントやから抜けるタイプやと思うね。花束じゃなくて、え、違うやんな多分。見てないから分からへんけど、とりあえずこれ剥がしますね。で、鹿の袋の留め方は知ってんねん。やったことあるから。だから出してもいけるんやけど、でもなんかこの形が綺麗やから、この形で置いときたいから、一回ドライフラワーにしてそのまま刺そうかな。とりあえずこれ抜こう。これは抜こう。こんにちは。こんにちはの時間じゃないけど、明日学校あるかな。個人的には休みでやってほしい。そっちの方が自習できるもん。この裏に入れておきます。花声？そうか、怖いな。多分アレンジやね。だってこの太さの茎のやつがこう集合してるとは思われへんもん。だから多分アレンジやから、1本ずつ抜いて、あ、でも今台風やからあれちゃん、外さしといたら飛んでいくんちゃう。まあでも最近この透明のやつなくても可愛いっちゃ可愛いけど、透明一回外すか。
はじめまして。でいけそう。かわいい。これで全然いけそうやな。アレジメントはこのままなんかズボラな人に渡してもこのまま水入ってるからつけといたら数日持つよっていうやつ。このお花なんなんやろ。よっこいしょ。ここも可愛いからどっかにつけたい。
座ってるだけかな。ちょっと一瞬、あ、座ってるだけや。台風が過ぎ去るまでこのままにしとくわ。じゃあ台風来てる時に出したら危ないから、なくなるわすぐ。職業体験お花屋さんやったわ。クマさんが選んでくれた全員分。飲食店の希望が多すぎてほとんど通らんかったやつ。あ、職業教講演、ん？卒業講演になっちゃった。職業体験の子供が自分の会社に来るってこと？すごっ。卒業公演になっちゃった。家みたいな感じで置いとこうかな。ここら辺に。あ、そういうこと。めっちゃ無意識で喋ってたら全然違う言葉を発してた。似てない？職業体験、卒業公演。勝手に変換されてた。コンビニ？コンビニないねんな。コンビニなかった。これどこ置いとこう。心似てるやろ。テレビ局もないわ。
よし。かわいい。え、犬わらびこれ。後ろの熊、でっかない。飲食？ラーメン屋さんと。ラーメン屋さんとかちゃん。コストコ？ああ、クマ？うん。ラーメン屋さんとか言ったと思う。でも私そこのお店あんま行ったことなかったから別にいいと思ったけど、飲食はさ、なんか一番バイトとかしたらそこ行きやすそうやからさ、飲食のとこだから一回やっといた方がいいかなと思って一応入れたけど、別にどこでもよかったから。お花屋さんにしてくれた。あの、この子とこの子組み合わせて大丈夫かとかも考えなあかんからさ、一緒にこの子ら行かせて大丈夫かとか。クマさんとペンギン来てくれたわ。で、女の子と2人やってん、私は。で、なんか1000円分のアレジメントなんかくださいって言われて作ったの覚えてる。なんか2人来たから、ペンギンとクマさん2人来たから、なんか どっちにするってなって、2人ともどっちでもよかったから、なんか適当に決めて、その子がペンギンで私がクマさんにあげて。ペンギンは結局あれ誰にあげたのな。自分に？普通に多分自費で1000円でなんか買ってくれたけど、どうなんでしょう。家に置いてんのかな。でもあの人お花嫌いやで。嫌いっていうかめんどくさいから好きじゃない。なんかめんどくさいやって、もらっても風情のかけらもないわ。クマさんとペンギンさんなら、あー、ペンギンがクマに食べられてなかったギリ。花より団子やろな。ペンギン邪魔やから嫌っていうくせにちゃんと買ってたから頑張ってんなと思って。あの人お金だけあるから。クマさんの方がないんちゃう、年上やけど家庭あるから。クマさんはなんか同じ学校の先生にあげた。なんかちょっとへこんでたって言ってたから、なんか同じ学年の先生でへこんでる先生がおったから、その人にあげるって言ってた。たまたまそのお花屋さんがさ、お父さんの知り合いのお花屋さんやってさ、めっちゃなんか
いっぱいくれた。お花アレンジしたの1個くれたし、なんかおやつって言ってなんかくれた。たまたまな、まあ、私は知らんかったから。他なんか喋ることないかな。明日国語ないからな、そんないかんでもな。個人的にはいいんやけど。あともうちょっとで5900人やで。アンジュさんに近づいていってる。毎日配信しててもアンジュさんに勝たれへんからな、人数すごいよな。量より質か質より量を取ったかやな。勉強せなあかんねんけど、どうしようかな。明日もあるからな。てか今日もお話し会の間ずっとやってたから、社会と理科。教えるとかはない。かわいいな。でも1階に置いた方が絶対いいよな。明日の配信の時の服決めなあかんな。帰ってきてすぐ着替えるから、
秋っていつ？いつから秋？まだ夏？古典とかの日本の季節で言ったら全然違うねんけど、もうあれはもともとずれてるやん。あれじゃない普通の季節でまだ夏？なんか秋服に変わる瞬間が分かれへんねんけど、いつ長袖に？そう、そっちは秋やけど、今は春と秋ない？ないなんてあるん？ないとかあんの？春と秋がいいのに。冬も好きやで。でも冬割と好きやけど、夏はちょっと嫌やのに、温暖化の飛び越えて沸騰化まで来てるから夏が伸びてるっていう。夏が一番好きじゃない？暑いの苦手やもん私。違う、その秋と感じるタイミングがいつか分からんくなってんねん。夏すぎて。暑いのめっちゃ苦手やねん。すぐ体調崩す。寒いのは逆にな、そんないけんねん。だってもう着込めばいいやん。何かしら温める方法はあるけど、暑いのはもう熱が逃げへんからあかん。常に急熱反応を起こしてるから、熱奪い取ってる。んーまに夏あかんわ。代謝いいからさ、やばいで。お団子、見えた？春も好きやけど、季節的に言ったら秋が一番好きやけど、で、なんて言うんやろな、春も好きやで。風情があるの。でも秋も風情があるな。うん、自分が過ごすのとして好きなのは秋の方が過ごしやすいけど、季節的には春が好き。やばいよな。ちょっと今日いい感じに涼しくなってきてたけど、犬が丸くなって寝だしたら、常に丸くなって寝てんねんけど、なんなら冬でもこんなんやってお腹上向けて全部開いて寝てはるけど。アンジュさんも秋が好きって言ってましたね。私も秋が好きですよ。でも季節としては春が好きです。何の秋でもないかな。特に秋やからといって何も変わることはない。でも出かけるのは多くしたいなとは思ってるけど、春秋ってさ綺麗じゃない？なんか景色。いや夏冬も綺麗けど、なんか風情がある。夏も綺麗で、あの青々した感じもいいけど、冬のあのなんかな、白い感じもいいけど、春夏の雰囲気よりは、春夏ちゃうわ、夏冬の雰囲気よりは春秋の雰囲気の方が。桜好きやからさ、だから桜の季節が好きやから春好きやけど、季節的には秋が好き。
紅葉の季節とかも好きやけど、紅葉の季節ってさ、なんかどっか行きたくてもさ人多いからさ悲しい。もうちょっと少なかったらありがたいけど、みんな行きたくなるよね。そりゃそうや。京都とか行きたいけど絶対混むから。清水寺とかえぐいやろな、春も秋も。行きたいけど多いからね。京都ほんまに綺麗やな。アクティブやな。どっちも行ける人、あのめっちゃキャンプとかも行けるし、室内で読書とかも好きやから、なんかどっちつかずやねん私。どっちも好き。琵琶湖、琵琶湖は小学校の修学旅行でしか行ったことない。多分いやあるかもしれんけど覚えてない。外国の方が確かに多いな。今日もおった、なんか西洋っぽい顔の人がおってさ、なんかそっち系の人じゃないやん、いつもいつもとか、なんか中国とか韓国とか近めな国から来てる人が多いけど、そっち系の人見てのさ久しぶりやったからさ、めっちゃ綺麗と思って。子供と両親めっちゃ綺麗やった。台湾とか近めな、綺麗じゃない。そう、別に嫌とは思うんけど、別に海外の人が多いから嫌ってわけじゃなくて、普通に人が多いから嫌ではある。うん、どうしようもないから、別に嫌って言ってもしゃあないから何も言わんかな。今日もまた赤ちゃんおってさ、電車でめっちゃって見てくるねん、かわいい。最近めっちゃ赤ちゃんに見られんねんけど、なんか見たくなる顔してんのかな。かわいいよな。アクセサリーつけてないで、今日これでいった。浅草空いてた？なんか最近電車空いてるな。なんか多分台風やな。あの台風がそろそろ来そうって言われてる時、一番少なかった。また増えてきたけど。修学旅行、私は東京行った。よかったで。浅草でペンギンと写真撮った。その帰りにさ、お母さんたちがなんか迎えに来てくれんねん、最後のバスで帰るときで待ってくれてて、で友達とお母さんのとこまで行ってんけど、結局道逆やったから別れてん。でお母さんにさ、
ペンギンと写真撮ったんやでって言って見せてたら後ろにペンギンおってめっちゃ気まずかった。めっちゃセンセルおってさ気づいてなかった。見てーって見せてたら後ろにおった。超気まずい。後ろ見たから見せたらよかった。ギリ聞こえるかなって感じのボリュームで喋ってた。気まずい。そういう時は落ち着いて冷静に家帰ってから喋る方がいいですね。沖縄いいやん。この写真ペンギンにあげてないよ。ペンギンいないやろ。誰が黒島と撮った写真いるの。USJ 私も行きたい。誰か行ってくれんかな。学校の友達さ誘ったら来てくれるかな。なんかあんま電車乗らんからさ私の友達行っても一駅二駅やからさなんかあんまり移動できひんねんな。そもそも遊ばんし忙しいから。行きたいな。めっちゃ行きたいな。卒業旅行行こうかな。みんな受験でも私ちょっと受験早く終わりそうなのかな。余裕ぶっこいて先終わらして行こうかな。一回一人でも行ってみたいけどな。え、あれ年パスなくなったん。ゆきなちゃんとか来てくれそう。いや同期は来てくれると思うけど友達とな行きたいね。ペンギンと黒島の写真。あ、欲しいとか。ちょっと待って、なんか変な投稿した。変な投稿した。はい、オッケー。めっちゃ今カラオケ配信に切り替えちゃった。んー、ユニバ外から見るだけで行ってないから。ライブの時にさ、あの毎回思うねんけど通るねん、ユニバ。すごい旗から見たらでっかいなあれ。めっちゃなんかエルモとかの顔が、エルモなんかの顔がこうやって、あーユニバーと思って。見るだけでいいかねんかな。中学校ですよまだ。卒業旅行行きたいな。卒業旅行って言ったらさすがにユニバくらいやったら来てくれると思う、みんな。え、ほんであれないん、年パスもうないん。でも年パス取ってもどうせそんないかんから。行くことないもん。でも行けるってなったらなんか一人で行きたい一回。かさ、行くことないやん一人で。一回面白そうじゃない。逆に めっちゃ一人行動苦手な人やからさ、逆に一人で行くの面白そうやなと思って。昨日一昨日だったって。あー閉園とかかな、閉じてたとか。台風来てたからな。まあその方が安全ちゃう。無理して動かしてなんか事故る方が嫌やわ。それやったら全然閉じてくれた方が。
パス3回行ったら元取れるの。それやったらいけそうよな、そう言われたら。そう言われたらいけそうやけど、ね、パスまだあるん。なんかなくなったって聞いたんやけど、あれデマ？確かに今狙い目。いやでも今忙しいから。受験終わったら行こう。でもどうせ受験終わったら終わったでまた忙しいって言うで。忙しいもんだって。また忙しいって言うけど、まあ受験前はまあメンタルかな。メンタルが忙しいから。確かにゾンビな。なあ、本番やめてたよな。もう一回再開してんの？あれ。修学旅行ディズニー、あ、夢の国行ったわ。なくなったん夢の国は。年パス、そうなんや。みんなで行ったわ。なんかめっちゃ乗れる子と絶対無理っていう子がおって、で割と大人数やってん。で並ぶから なんか割と乗った。でも何乗ったっけ、あースペースマウンテンみたいなやつ乗った。ランドの方やって。なんかあのなくなるって言ってたやん。あれなんかよう分からんけど暗いやつ。スペースマウンテンじゃん多分。それは乗った。あれ面白かった。ユニバにもなんかあんな暗いとこあったよな。ひかるちゃんとなんかメガネみたいなのつけて乗った記憶ある。あとあれもやった。なんかホーンテッドマンション、あのなんか幽霊がさいっぱいおるやつで、なんかゆっくり動いていくタイプのやつ。あれ乗った。絶叫好きやで。割とみんな行けて乗った気がする。小学校の時さ、なんか仲良かった子たちがさめっちゃみんな嫌いやってん。絶叫無理っていう人ばっかりやって、でも一個乗ろうかって言っててんけど、結局なんかめんどくさいいってなって乗らんかったから、中学は乗れたからよかった。マジさん絶叫いけたっけ。いけたか。だってあれやもんな、バンジーしたいって言ってたもんな。いけるか。富士急はあんま行ったことないから分かれん。夢の中でめっちゃでっかいバンジーやった。なんかえぐくてさ、ビルかなってくらいの高さで、で隣になんかめっちゃ赤いさ、赤かオレンジくらいの色のさ滝みたいなの流れててさ、しかもそう浴びた赤みたいな、めちゃめちゃでっかい滝とビルで、そっから飛ぶんやけど、めっちゃ紐細いね。でもその滝に浴びたらあかんから、なんか服みたいなめっちゃごついね。すごい安全なんか危ないんか分かれへん滝やった。
化け屋敷、化け屋敷も行ける人やねんな。乗り物酔い、そっちか、そっちタイプか。私あれ好き、あの船みたいなこういうやつ。でも実際の漁船がこう動くのは無理、浮くもんだって。実際の漁船のあの動きは嫌やけど乗り物の方は好き。いちゃん端っこ行きたい人、浮遊感好きな人やからさ、割と何でも。上手？いや、あのアトラクションじゃなくてほんまの現実の漁船のこれは無理。だって固定されてるものがないねん、落ちるで普通に。飛行機？いや、それはね、浮遊感とかじゃないやん飛行機は。圧力じゃない。落下式のやつ、そうやな、好きやな。漁船乗ったことあるよ。乗ったから怖かったんやって。だってシートベルトも何もないし、安全って保証されてるわけでもないから、全然いつでも海に落とされんで。でもお父さんは行けるしか言わんから。小型のやつは酔いやすいよな。酔いはせえへんけど、いやキャーとは言わん。別に船乗ってキャーとはならんやん。こけそうになった時とかの方が叫ぶ、どちらかというと。初めて飛行機乗ったの物心ついてないから分かれ。漁船の写真あげたと思うよ、 TikTok も投稿してるし。酔いはせえへんな、割と。めっちゃちっちゃい漁船やけど酔いはせえへんかった。ただ波と雷となんかいろいろ相まって超不穏な空気の中、暗闇で乗ってたらそら怖いよな。そもそもが暗くてあんま見えへんのに、あのシートベルトも何もなく、ただお寿司をこうやって押さえながら乗ってて、しかも全面雲に覆われてて、めっちゃ四方八方で雷ゴロゴロ鳴ってるみたいな、そら怖いって。でお父さんなんか船の止める場所どこかわからんくなったとか言ってるし、危機やん、もう終わりやん、止められへんで。まあ見つかったけどな、超危ない。タイタニックってこんな感じのあれなの？タイタニックってそんなんやったっけ？めっちゃでかい船じゃなかったっけ？観光園な、多分。んー、いつはスモールワールド。いいよな、綺麗。2回乗った気がする。いや、1回か。結局修学旅行乗らんかったか。
旅行カヌーも乗ったわ。なんか富士山見えるとこで写真撮ろうって言って、小雨降ってたけどまあ行けるかって言って写真撮って、懐かしい。なんか写真届いたで、届いたっていうか渡された、購入してたやつ。どこ行ったんやろ。カヌーさ、なんか小学校の時仲良かった子と組んだんやけど、二人組やったから。カヌーは全然、だってあれは台風やったから怖かっただけで、別に船が苦手なわけじゃないから。めっちゃ声出たけど、私が前に乗ってたから後ろの子はちゃんと声出たのか声出なかったのか、息は合ってたのか合ってなかったのか全然覚えてないけど、写真見返したらなんか全然逆の方向見せてたから多分合ってなかったのなと。いや小学校でカヌーせえへんよ。小学校の時に仲良かった子とカヌーを組んだっていう話。なんか画面入ってるお花じゃない。めっちゃ先生が写真撮ってくれてた、永遠に写真撮ってて、なんかインストラクターの人と先生が乗ってて一生写真撮ってた、漕いでるって思うくらい撮ってた。別にインストラクターの人一人で進めるくらいやから全然いけんねんけど。お花？今度から言うても明日で終わりやけどな。まあそういえばこの服修学旅行着ていこうと思ったらなんかあかんって言われた。これが透けてるからあかんって。いや守られてるくない、ちゃんといいんやけどさ。全然あかんねやったらあかんで、別に反抗しようとは思わないんですけどね、ちゃんと守られてるんですけど。一応タンクトップでもなんか羽織れば OK ってことは逆もしかりじゃない。中に着といてこのタンクトップの形のやつやったらセーフじゃないって思ったんですけど、着てなかったら布が薄く見えるんですよ。この服は、この服着てなかったら割となんかえ大丈夫ってなるからあったんですよ。もう一着ないんだっけ、もう一個もあかんって。何着ていこうとしたっけ。あーなんか肩が出てたんかな、ちょっとここが空いてるやつってあかんって。いいけどさ、いいんですけど、全然どうでもいいんですけど、服なんか別にな、何でもいいんですけど。それで事前審査2個通らんかったから、でも友達も引っかかってて一緒に取りに帰った。そんな見てへんって、誰が黒島の肩見てんねん。こんだけだけ見えひんて。いいけどな、全然どうでも。これかってな、もう見るとこないやん。いいんですけどね、全然面白いから。めっちゃネタなるくない、両方ともわかんなかったし。でも事前に聞いてたのはの説明やったら2つともいけててんから、説明的には多分いけるよなと思ったから待っててんけど、なんか割とあかんかった。まあいいんですけどね。でなんか普通の T シャツにワンピースと、なんかもう一個透けてたな、もう一個透けてた、何やったっけ、どんなやったっけ、全然覚えてないわ。飛行機乗らんよ。
飛行機乗るほどの資金はうちの学校にない。全然新幹線で行った。でも新幹線面白かったで。いや中学によっても変わるんちゃう。うちの学校は学年主任の先生はいや体操服で行かせましょうって言ってたけど、他の先生がいや私服で行った方がいいじゃないですかって言って押し通してくれて私服になった。制服ならいいけど体操服は嫌や、ダサい。制服も別に可愛くはないけど、まあ制服の方が全然、まあ足出したくないから私服の方がいいかな。でもあんま短パンとかもあかんねん。まあ短パンあかんのはまあわかるやん。あの短すぎる短パン履いてくる子とか確かにあかんわってなるけど、でもみんな体操服派やねん。みんな体操服好きやねん。なんでってなる。全然ダサすぎる。好きじゃない。何着てったっけ。ワンピースと T シャツにひらひらついたやつ。またそれもさ、なんか こういう透けてるのを逆に上にかぶせるタイプのやつだったから、あれまだ透けてんだよって言われたけど、違うよ、 T シャツの上にかぶせんねん。気にしすぎ。何を。体操せえへんよ。けどなんか動きやすさを重視したかったんちゃう。みんな体操服がいいんやって。よう分からんわ。絶対制服派。制服の冬服派。DM を見てたらしずかちゃんが服着てるぐらいです。あ、そうなん。何のシーンそれ。男の子が、そんな見てるん。こっちはそんな見てない。別にどうでもいいなあ。地味にドア開いてんねんけど、まあ、いっか。いやだからニューヨークシーンは聞いたらわかるけど、何のニューヨークシーンかを聞いてる。映画なのか普通のテレビのアニメなのかもう違うし、何の話の何とかもあるから、ただニューヨークシーンとだけ言われても、大半は別に服着てないしな。え、なんで急に DM を。はあ、まあいいや。の前、そう？分からん。劇場前行かんけど、おるんかな。たまにおるよな制服の子。もう一回修学旅行行きたいな。楽しかった。観光コースこの話。吉本が観光コース、どれやろ。
あどれだけ懇願しても高校時代に戻ることはできんと思うけどな。できるならしてる。戻りたいけど別にいいかな。そんな都合よく世界は回ってないよ。九月か。もうあとちょっとで受験やな。ホマン君別に時代戻ったわけじゃないや。自分だけが縮んだだけやろ。時空変わってない。やばいやって、どうしたの。なんか字ちっちゃなった。そんなことないかな。ツインおだんごやったらさ、頭も取れられへんからさ、一日中頭に力入れてたらめっちゃ頭痛い。タイムマシンがあればな。戻りたいけど。戻りたいけど、でも一日でいいかな。もう一回やり直すのだるない？やり直せるんやったらまあやり直そうかなとも思うけど、だってそんな初期の方からやり直しちゃったらさ、もうだいぶ後半変わってくるかもしれんからさ、今が変わるんやったら変えたくないから一日で帰ってきたいかも。で、これでさ、小学校とかに戻ってさ、結局中学受験してさ、中学変わりましたとか言ったらさ、嫌やから。で、そのまま今私が小5の時に戻ってオーディションもう一回受けて受かるかどうかもわからんし。だから初期に戻りすぎたらなんか変わりすぎそうやから嫌。戻りたいけど変えたくない。一日だけでいい。競馬って楽しい。変わってほしくない。別に今が全て順風満帆に、今なんかめっちゃいい感じですよってわけじゃないけど、それも含めて今のままがいいから変えたくないわ。どの一日戻りたい。小学校中1かな。中1のいつやろ。今の季節よりちょっと後ぐらい。夏以降。競馬全然引かれへんわ。競馬は。
かけとか全然好きじゃない。加入してすぐ戻りたいけど、活動の方だけで考えたら戻りたいけど、でもなんかプライベートは戻したくない。あの時の自分やったから考えた何かがあるし、今の自分やったら絶対変わってるから、結果が。だから変えたくない。の方だけで考えたらめっちゃ戻りたい。超戻りたい。受かった当初に戻りたいもん。なんならセレクションまで戻してもいい。最終審査終わった直後くらいに戻してほしい。テレビで競馬好きって言うて競馬の仕事来るよ。競馬好き。そういうことじゃないの絶対。戻ったら、え、普通にやり直すだけ。何をって、その時に与えられた何かをするだけじゃない、うん、プライベートは戻したくないから。活動だけで考えたらめちゃめちゃ戻したいから。だってもうそっちはさ、やりながら経験してその過程がいいよねとかじゃないやん、結果やん求められてるのは。だから戻したいけど、プライベートはその成長していく過程が私は好きやから、過程を残したいから変わりたくないね。あのままの浅はかな自分を残しておきたい。めっちゃ昔の自分キモってなるけど、キモ今まで置いときたい。馬は好きやで、馬は好き、かわいいやん。馬は好き。こうしていれば活動、別にこうしてたらこうなったかもしれへんって明確にやるわけじゃないけど、普通にもう一回やりたくない。これは説明したらなんかうーんってなりそうやけど、やり直せるならやり直したいよ。誤解されるっていうか、なんか別に伝える意味を感じないかな。みんなに伝えて、別にそっからな、わあすごいって思うわけでもないし、あんまり分かれへんかな。目的がないから言わない。そんなことできひんからもう諦めてるけどな。
が落ちた。学校とかでさ、ペンとかノート落ちて拾えへん人どういう気持ちなんやろな。気にならん？めっちゃ気にならん？落ちたら。戻りたい話しててないけどさ、そんな戻りたい戻りたいって戻るわけじゃないからさ、今から頑張らなしゃあなくない？いや拾おうよ、落としたものくらい。私もすぐ拾っちゃう。え、もう授業終わるまで拾わん人とかおるやん。びっくりする。いや、なんか今じゃないんやろなっていう人はあるよ。書いてて、まあ、切りのいいとこまで行って拾うとかやったらわかるよ。全然それはわかる。やん、机が。それはわかるよ、それはわかるんやけど、タイミングが合わんかったタイプ、それは全然わかる。まあ今じゃなかったんやろなって。けど最後まで拾わん人はほんまに分からん。なんでって。今拾われた話じゃなくて落とした人の話で。じゃあね、その毎回やねん、その子、その子っていうか落とす子。いや、テスト中は拾ったらあかんやん。手上げては言わなあかんけど、それじゃなくて。なんか説明するのめんどくさいな。一応説明すると、だいぶ離れた席に座ってる子がなんか落として一生拾わんねん。でチラッと見た時に落ちてるなーと思って、でも遠すぎたから拾わんかって、なんかやって授業終わってもう一回見ても落ちてるってこと。これで可能性はよく消えるよ。私に拾ってほしかったわけではない。気づいてんねんって。それがだから毎回なんやって。どういう気持ちなんやろと思って。もうみんな同じこと言うやん。だから違うって。何としてでも黒島に拾ってもらいたいと思わせたいんやな。そう思いたいんだ。そう思ったらいいけど、事実は違いますよ。止まれへん。よし、もういいよ、その落とし物の話は。確かに言おうよ。
公演2周年記念。明日国語あったらな、行きたいなってなるんやけどな。青好きやねんな、めちゃ反対向きやな。青とオレンジってさ、水色とオレンジってさ補色やからさ、合わせるとちょっとなんかすごい色になるけど、反対やとめっちゃ綺麗。ペンギンに変な色って言われた。ひどいですよね、国語ペンギン。ひどくない？人のペンライトから変な色って。アンジュさんにも失礼。変なメガネは別にいいよ。だったら変やもん。なんかメガネ変えたら顔ちょっと変わった。多分このなメガネの幅がな、なんかな変わったから、ここが見えるようになって眉毛と目の間からなんか顔違うねんな。顔違うなと思ってたけど、わざわざそのさペンギンのメガネ変えたとかどうでもいいからわざわざ言わんねん。喋る時ないし。ならなんか誰も気づいてくれ。かまちょうか。彼女に気づいてもらわれへんかったからって。これタワー、もうなんかタワーの基準が分かれへん。何、うん、だいぶ変わる。アンジさんの眼鏡も可愛いよな。これタワー、たてちゃんさん、これはタワーですか。ありがとうございます、ありがとうございます。タワー来たら言って。もう分からんから私。報告制で投げましたって、投げましたもしくは来てますって言ってください。お花本物、メガネ似合いそう。全然似合わんねん、メガネ似合わんねん、サングラスも似合わんねん、メガネ似合わんねん。コンタクトもしてない。でもカラコン作りたいから眼科行きたい。でちょうどさ眼精疲労とさ、なんかあのすごいすごい出てくるから、ちょうど眼科目薬もらえたし来たかったから、ちょっと行きたいねんけどタイミングがない。でも中3までに行っといた方がなんか良さそうやから早く行きたいね。時間がない。まあでも明日と明後日頑張れば、もうあとはもう別に忙しくないわけじゃないけど、まあ普通にはなるから。リップ変えた、うん、いつも通り。
これ。あのアンジュさんとお揃いのやつをつけたいんですけど、お揃いっていうか前に教えてもらったやつをつけたいんですけど、なんかもったいないからあんまり使ってない。あ、気合い入れたい時に使ってる。あー、青の横に置いてるから普通に取れかけなもあんちゃう。色もあると思うけど、カロコン、まあ眼科行った方がいい。普通行かんくても行けるけど、ヒカルちゃんにカラコン作りたいねんなって言ったら、眼科行った方がいいでって言ってたから、行きます。行ってから作ります。ほんまに眼精疲労で見えへんねんな。なんか今までのさ、目見える日と見えへん日あるって言ってたやん。あの見えへんじゃなくて、なんかもう全体的に見えへん、霞むねん。眼精疲労やから。それと違う、普通にこうやった時の視力とまた違うね。普通にそう、リップはいつも普段はこれやねん。でもだからアンジュさんと一緒に公園出た時、2月10日もアンジュさんの教えてもらったやつ塗ったし、ライブの時もアンジュさんに教えてもらったやつやし、なんやろ、お話し会とかでアンジュさんに会うかもって時はアンジュやし、なんか何かしら気合い入れたい時はそっち。大事に使ってるんです。別に買い直したらいいのに、買い直したらいいのに、わざわざ使う頻度を落としてるっていう。視力分からん、分からん、覚えてないわ。どっちが良かったんだっけ、なんかどっちかが下がって、どっちかが悪かった。で A と C とかやったけど、なんかそれもな、分からんねん。眼精疲労なんこれも、なんか分からんけど、日によってほんまに視力違うからさ、全然分かれへん。一番お気に入りのリップか。でもこわみちゃんにもらったんけど、もらったやつも大事に使って、これもあんま減ってほしい、減ってほしくないからあんま塗らんけど、もうメイクしてるときは塗る。それともう一個、なんかムチってしたタイプのなんかツヤ出しみたいなやつがあんねんけど、そっちは公演の時に塗ってる。そっちの方が保湿されんねん。でなんか湿度が保たれるから、ギリパッサパサなる人やねん、公演出てたら。あの塗った状態が続かへん人やから、あの乾燥しにくいやつにしてる公園は。アンジュさんに教えてもらった方は割と色残りやすいからいいんですよ。公園にも向いてるから。好きなアイドルと同じ香水つけたいけど絶対教えてくれない。別にそんなことないと思うで。私はじゃあ欲しい桜の匂いですよ。触覚長い。私はあのこれが好きなんですよ。この天使バングって言うんですけど、これがいいんですけど、伸びるんですよすぐ。切りたてはそれやねん。切りたてはそれないけど伸びてくる。まあ伸びたら伸びたでなんかうわうんってできるから。何かもらったやつだからさ、別に何か分かってないんだけど、サボンのなんか桜、オールドトワレサボン、桜って書いてる。まあサボンの桜です、のオールドトワレです。ファッション見いひんな。私だしとか好きじゃないねんな。
好きじゃないってそういうことじゃないで、あんま見やんねんな。でもなんかもらった、親戚にもらったから持ってるけど、服なんか分かれへんねんな。分かれへん、親戚が服好きな人いるからその人に聞く。髪の毛自分でハサミ入れる、いや前髪は切るけど触覚までは切れへん、ここまで、こっからは切れへん。別に多分切ってもいけるっちゃいけそうなんやけど、失敗したらさ公園とか出なあかんからさ、なんか普段で別に失敗しただけやったらいいけど、公園出る時に失敗したらいいやから、それやったら伸びてる方がいいかなと。衣装のワンピース、ああこれ、これはワンピースじゃない、なんか分からん、ここ何、下地版服自分で選ぶけど、うん、あんま分かってない。服は分からんねんな。で香水もめちゃめちゃうん、楽しみな時につけてる、いいことあってほしい日に。みひなちゃんとかいつもお話し会の服お母さんが組んでるよな。髪型もいつもお母さんに言ってます。私は自分でズボンよりスカート、ミニよりロングがいい、スカート。でもロングってなったらさ、もう限られてくるやん、もう同じようなやつばっかりになっちゃうから、たまにミニ履くけど、家出へん日やったらミニ履くけど、外出る時やったらロングかな。でも外出るって言っても誰かと会うんやったらロングやけど、別に親とかとどっか行く時やったらミニも履く。時と場合によるけど好きなのはロングスカート。いや可愛かったらミニでもいいけど、足太いから嫌。アイムインドネシア、やばい、私はインドネシアです。デパート、買い物ってこと？まあ行くっちゃ行くけど、デパート、デパートって食品？普通の買い物も含めて。いろんな髪型してるか、まあ、髪型はいろいろしてるわ、服は分からん。ショルも重い、確かに。なんか最近私の携帯めっちゃ重いねんけど、容量開けてるんやけど。レイクタウン、伊藤よかど、両方いかん。スーパーってこと？メンバーで足綺麗なの誰？なんか言ったらめっちゃその人注目されそうやから言わん。みんな綺麗じゃない？すっごい足見られてたら嫌じゃない？って怖いから言わんけど、みんな綺麗。だってさ、これさ、誰々ちゃんですって言って次の公演からこうやって見られてたら怖いよ。ちょっと申し訳なくなるから言わん。みんな綺麗よ。綺麗な基準もまたバラバラやしな。細いからいいっていう人もおるし、逆にちょっとある方がいいねんなとかいう人もおるし、ほんまに人によるやろ。ベルクとかサミット分からん。
ーってこと？スーパー行かんもんだって。三重とか、まあでも全部いかん、スーパーいかん。コンビニですらいかんもんだって。全部いかんわ。キャッシュレス派。入ってたらキャッシュレスやけど、でも現金かな。手元に今現金しかないね。キャッシュレス。キャッシュレスだってなんか入れるタイミングないから、入れてなかったら物も入ってないから現金で済ませてる。入れんのがちょっとめんどくさい。コンビニ行かん。学校の帰りにコンビニとか行くの、普通に寄り道せんとかやる人から。いやそりゃそうなんやけど、なんか今入ってないから現金。そもそも買い物せんから別に入れてなくていいかなって感じ。食べ物あんま買いに行かんな。食べ物以外はめっちゃ行くで。割と日曜日とかほんまは毎週どっか出かけてたし、活動始める前は日曜日絶対どっか行ってたし、平日はどうか分からんけど買い物よう行ってたし、めっちゃ出かけてたけど、もう始めてから余裕なくて全然行ってない。ただお父さんお母さんはめっちゃ行きたそうにしてるから空いてたら行くけど、買い物せえへんから。テンション上がる食べ物、マンゴー、フルーツ出たら喜ぶと、クレープ渡されたら喜ぶ。甘いの好きやからさ、糖を渡されたら喜ぶ。普通の料理やったら、もう普通に気分やったら喜ぶわ。今日お昼たこ焼き食べたんやけど、めっちゃたこ焼きの気分やったから喜んでた。なんで原宿限定？別にたこ焼きそんな食べへんけど、めっちゃ久しぶりやで。なんかお母さんがめっちゃさ今なんか控えててさ、あんまり甘いのも食べへんし、マヨネーズもあんま出てこへんし、めっちゃ控えてるから全然
こ焼き、うん、分かった。知らん。劇場行く以外でナンバーあるのはあるよ。まあまあ、それこそ親としか行かんけど、なんかかき氷食べに行こうとか、なんかどっか食べに行くときが多いかな。いいカフェ見つけたねとかで行く。金だこ食べたことない。うん、別に行ける人。ああ、先生ありがとうございます。かき氷しっかり食べに行ったのひかるちゃんが初めてよ。なんかいつやったっけ、1年やな、1年の11の夏に初めて食べに行った。かき氷、マンゴー。会食めっちゃ苦手な時やったんけど、超苦手な時やったんけど、いけた。秘密堂、うん、かき氷はどこ行っても美味しいやな。普通のお店のとこやったら美味しい。なんかカフェってさ、かき氷出す時なんか名前変わらん。かき氷屋さんの名前を出すから、なんか名前2個ある、うん、一人焼肉行ったことない。フラッペ、フラッペ、懐かしい。もうその頃に戻りたいかも。でも活動で一番戻りたいんやったら、南映画のボブに仕立てくらい、あの辺が一番もうハッピーハッピーよ。かき氷だと美味しいやん。私オランジェ好きなんやけど、この前オランジェのかき氷食べた。それこそお父さんとお母さんと行ってきたで、梅田の。美味しかった。もう超糖好きやからさ、糖取っていかないままに生きていかれへん人やから。お店の名前が変わる。なんか普段はバーやけど、なんかかき氷期間限定でやってますみたいなとこってさ、変わるくない？そのいつものバーとかき氷屋さんの名前が2個つくね。バーじゃなくても普通にカフェとかでも変わる。90、うまい。 92人、うまっ。あ、X の方か。あれ？とにかく塔が欲しい。ショールームはね、あとね4人で5600人、じゃあ5000、あれ5900人だから104人で。私の方が更新されてない？もしかして私の携帯ではあと104人。糖は脳にいいって言うんやけど、私は糖で太りやすくて、やっぱね脂質とかもらわないけど、でも脂質と糖ってさ、なんか同じ感じ、同じようなものに含まれてるやん。チョコレートとか両方多いやん。
とうとう手術。特に高カロリーってなったら、高カロリーちゃんは高カカオってなったらカロリー低いけど脂質が高いから、あんま食べ過ぎたらあかんみたいな感じやから、糖が控えめかなんか分からんけど脂質が高いねん、その分。だから結局私は甘いものを食べたらすぐに太るっていう。ただ私はストレス過食するタイプなので、疲れたら食べたくなるんですよ。だからライブのリハ期間はなんか食べる人と食べへんくなる人おるけど、私食べるタイプなんですよ。だからライブの時はだいたいぷよぷよ。確かに成長期は成長期なんやけど、疲れたら過食するタイプやね。だから疲れてない時に減らしたいと思って、夏休みはお昼抜いててんけど、結局給食が始まったら抜かれへんからどうしようかなと思ってる。まあ晩をちょっと減らそう。給食を減らしてんねん。でもなんか全部減らすってなったらめんどくさいから、なんかその立ってわざわざ減らしに行ってる時間がもったいないから、ご飯だけとりあえずめっちゃ減らしてる。どうせ晩で食べるし。背は分からん、伸びてんのかな。もういいけどな、正直別にもうちょうどいい身長やろこれ。別にこれ以上いいかな。伸びてもいいけど、なんか別に身長気にしてない、どうでもいいかな。高すぎたらなんか気にする人多いやん、自分より高い。いや、体質にね、あったものがあるんですよ。検査したんですよ、黒島家。何を食べたら太りやすいかみたいな、遺伝子検査みたいなのがあるんですけど、やったら、そう。私は、脂質と糖がダメなんですよ。だから、炭水化物も。ご飯とか、パンとかと、甘いの。はダメなんですよ。それで、それでやったから分かりやすい。もう私は典型的な、なんかもうこれは食べたら太るんやろなって思うを食べたら太るタイプだから、めっちゃ分かりやすい。野菜を食べろってこと。私はとりあえず先に野菜とスープを食べろって。好きな食べ物、マンゴーとチョコ。もうめっちゃ太りそうなものやろ。だから私の好きなものは大体太るものやね。なんかもう分かりやすいタイプ。で、野菜とお汁物から食べた方がいいっていうのも典型的なタイプやから、めっちゃわかりやすい。もう普通のダイエットのやつやってたら太らんタイプ。とりあえず運動して筋肉つけようねって。で、ご飯食べへんようにしたいけどさ、公園とか出るってなったら食べない動かれへんもん。倒れんで、特に夏場倒れられても困るやん。だから食べなしゃあないね。サラダ好きや、別に好き嫌いないから食べれるねんけど。全然好き嫌いないのは強い。ペンギンとか太りそうな食べ物嫌いなくせに太ってるからな。チョコレートもパンも嫌いやのに、なんで太るん。あれで甘いもの嫌いやねんで、ああ見えて。何
何食べて太んねん。ほんま何食べて太ってん。あれ偏ってるからやるな。お米でもそんなお米いっぱい食べてないで、あの人。だってさ、修学旅行の時に見ててんけどさ、あの人何食べて太るんやろうと思って、遠目で見てたらご飯普通やねん。別にあのライスさ、大中小あって中くらいやねん普通に見てたら。いやどうなの、お菓子食べんのかな。なんかあんま食べてるイメージない。お菓子、甘いもの嫌いやし、パン嫌いやし、チョコめっちゃ嫌いやし、なんか食べ物好き嫌い多いくせに太ってる。お寿司は食べれるで、プリンとか。なんでプリン好きなの分からんけど、プリン好き。意味分からんくない。いや運動もしてるよ、だってバスケ部顧問やもん。運動してるよ一応、走ってるよ。あれでも嫌なに太るから、なんなのな、なんで。別に運動不足じゃないと思うで、全然動いてるし動けてるし、嫌なに太るの、なんなん。体質かわいそう、かわいそう。あんな偏食で、でも偏食やったらやと思うで、代謝が悪い。確かにあんまり汗かいてるイメージないわ。確かに汗かいてるイメージないわ。あんまり見たこと、ああかいてるっちゃかいてるわ。でも若干汗かいたら前髪流すね、あの人。流すっていうか流れんね。体質かわいそうすぎる。変色やない。めっちゃ声入るよな。思ってたで。よいしょ。明日学校やから持っていかなあかんな。まあいっか。確かに肌の存在感エグいな。明日学校とか信じられへんねんけど、もう思う存分寝たい。一回寝たい。バスケ嫌い。だって私奪い取る系苦手やもん。どうぞってしちゃうタイプやからさ、ボールをなんかカッってできひん。まだできんねん。じゃない、ボール飛んできたら取るよ。でもこうやってるだけで取られんねんもん。だからもう私これできひん。もうもらってそのまま渡すから。なんかだってこれやってたら取ってくるねんもん。えいって。だからもうあれでき、いかにボールを持つ時間を減らすかを考えてるから。次の人にオリンピックリハ期間やったから見てない。あ、そう、仲間によ。さすがにな、さすがに敵には渡さんって。ほんまに無理やねんな。なんでボール奪うん。渡し合おうや。サッカーは普通に嫌い。どっちも嫌い。でもどっちまだマシやん。だって自分で投げへんかったら、よければいいだけないもん。
のさ、もう顔面とかいかん限りさ、別に当たったくらいやったらみんなの印象に残らんから別にどうでもいいやん。だからまあ当たったら当たったでいいけど、投げへんことを選択できるやん、どっちは。だからまだマシ。サッカーは嫌い。痛いとかじゃないね。うん、そう、どっちは逃げとけばいいから。でも自分から当たりに行っても、え、あいつやる気ないんってなるから、一応逃げる。私顔面セーフやのに髪の毛アウトやったから、1年の時普通にここ通った時やのに担任にアウトって言われた。いいけど別に、本気でやってる民じゃないんで全然いいんですけど、当たってないのになーって思ってた。ここ通過することでもあんまないよな。最後残ったこともあるで。怖いよね。体育祭が楽しみで、しかも体育祭じゃないからさ、体育大会やからさ、あんまり。それでスポーツガチ勢とやらされるタイプやから、あんまり好きじゃない。うわ、でも小学校の時はなんかめっちゃみんな優しいから、もう逃げ遅れた時にめっちゃ軽くえいって当ててくれてた。もうなんか確実に終わりやっていう場所にさ、おる時あるやん、たまにボール2個とかでさ、あーってなる時。優しいから、優しく投げてくれてた時はあった。優しいよねみんな。でも逆に女子の方が手加減なしで来るから怖い。女子が女子を狙うときはもう手加減ないから。男子が女子を上げてたらちょっとなんかあってなるやんけど、女子が女子はほんまに手加減ないから手加減ないから怖い。たまに男子が女子でも女子が男子でも関係なく、もうガチの人はおるけど、まあいかに目立たないようにするかですよ。どっちは息を潜めて。で一番危ないのが自分の前に人がおるとき、なんか縦にしてるわけじゃないねん、あの守ってあげるって言って前におられるのが一番嫌やん。だってひょって逃げるねんもん。ひどいよ。前に、ね、守ってあげるって言ってたらボールが見えへんから嫌やな。私はボールの行方を常にこの確認しておきたいのに、前で守ってくれるんやったらいいけど、しっかり捕まえてくれるんやったらいいけど、絶対そうとは限らんや。だから私はもうボールの行方を普通に確認しておきたかったの。もう当たるなら当たる準備をしたいね。飛んできてる時点で当たるって分かるから、当たる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 当たったってなる方が神経が驚かんのよ。だからもう守るとかいなん、前に立たないでほしい。私の逆に後ろも下がりにくいから畳んといてほしい。こう後ろに下がりたい時にポッて、あごめんって言うやん。でごめんって言ってる間に当たんねん。だから後ろも前も来ないでほしい。取らん、爪割れたら危ない。取らんよ、ギリで避ける人やから。
あの当たって笑顔で逃げていくタイプの人やから、あの外野によっしゃ終わったーって、で外野の方が楽やん、ボール拾いみたいなもんや。しかも大体自分が行く時もういっぱいおるからさ、投げられへんねん。から「はい」って渡すか、もう投げられへんなりに、なんかもうほんまに誰もおらんとこ狙って自分の方に渡すみたいな、じゃないと無理。運動会やばい、体育大会なんか出なあかんって言ったら出なあかんよ絶対。走る、なんかリレー系をどれか絶対一個出なあかんくて、なんか何障害物競争とか普通の 50m、100m、200m 男女混合みたいないっぱいあるね、それに出なあかんから。私は前は 100m やった、2位。動画残ってんで、お母さん悪いでペンギンの写真撮りやがった。いや嬉しいんだけど、私は別に嫌じゃないんだけど、おもろいからさ見返したら、けどペンギンがってなってる写真撮ってんのおもろかった。お母さん走るの別に普通、前髪崩れるなーって思うだけ。うん、まあペンギンはよさそう。お母さんもペンギンみたいやなって言うもん、ペンギン先生のこと見て。なんかそのさ種目決める時もさ、なんかリハ期間で休んでてさ、何出るか全然分からなくて、 100m でした。全然短距離、長距離めっちゃ嫌い、短距離の方が好き。しかも冬場の短距離じゃあ冬場の長距離めっちゃ嫌い。なんか喉焼けるくない、喉っていうか、 なんかここら辺が焼けるくない、その空気が当たる場所が焼ける、痛いから嫌い。呼吸器官がなんか荒れるやん、あれ嫌。明日は配信5時からです、17時からです。なんで20分？17時からです、ぴったり。ああ17時からってこと、そう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 、17時から20分当てる。今日もいつも通り55分にランキング見ます。59、じゃあ若干食って6時59分くらいに始める。中学生の思い出、でも私はなんやかんや言って普通の日常が好きな人やったな。なんか十分に投稿できたとは言わんから、全部いけたわけじゃないから、だからこそ普通に学校行けた日の普通の一日が楽しかった。
まあいろいろありましたね。楽しかったですね。普通では経験できないことをやってるからって言うけど、裏を返すとみんなができてることをできてなかったっていう風にも取られますからね。みんないい方しか見えへんねんけど、自分のことに置き換えるとそうなりますよ。思考はそういうものから、だから MBTI も正味なんかお前ってんだけど、だってさ、自分が解決するときに思うことと人がやってんの見てそれ違くないっていうのとまだ全然違うから、考え方が違うはずやから、だからなんか、うん、まあ変わるやろなって感じ。人が騙されてんの見たら、これ騙されてんであかんでって言えるけど、自分が騙されてたら分からんのと同じ。ほんまやな、17時からしかできん。ほんまや、もう9月やん。あかんわ。でもできひんのが普通やと思うで、人間やし。自分でやるの他人事とまた全然違うから、なんか人に言うのは簡単やね、こうしたらって。で、もう全て一からやり直すんやったら、もう真逆にしようかな。めっちゃ勉強するタイプもうやってみたいとは思うけど、逆にな。でも20くらいでなる方がいいやんって思っちゃうけど、それはそれで当事者からしたらまた違うんやろうけどな。大変なとこもあるやろうけど、だからお互い大変やねんって。大変なものやから、それは。青春かどうかは分からんけど、どうも。明日でラストですね。変えとこうかな。
こしちゃった。ちょっと明日やるわ、この設定は。ま、どっちにしろみんなにはね、当事者の気持ちは味わうことはできないから。それは私の気持ちを分かってくれないのって言いたいわけじゃなくて、普通に分からんもんないからな、体験してないから。そういうものやから。私もみんなが働いてる職場のことなんか分かれん。同じ気持ちになって考えるなんてできるもんじゃないから。みんなそんなもんやで。知らん。誰？橋本？七海？七尾？誰かで分からんけど。みんな分からんよ。もう分からんから。分からんわ。そのなんかよう分からん名前のあれやし、競馬も分かれへんし、知らん。染めてるやろ、この青。お花で青ってあんまないと思うしな。この青鮮やかな色は絶対染めてるで。こういうしっかりした青は染めてるよ。水吸わせるね、青の。だから水つけてたら青くなってくんで。うん、だから本物、生きてるやつ。まあ共感はできてもな、考え方が違うから。考え方もやし、完全に理解することはできないと思うよ、誰でも。だからある意味私は同じ仕事にしてたとしても分かり合えないと思ってる。全てがな、完全に理解したはないと思う。で、だって受け取り方も違うんやもん。感じ方も違うし、理解しようと努力したからって、もうこの論争はまた始まったら終われへんわ。この花は多分染めてない、そのままの花。めっちゃ欲しいやん、おもろ。勃発ってあなたが言ってるものでしょ。すべった牛乳のお風呂。私は別に見る分にはいいけど、自分巻き込まれるのはいいなんかな。
だって討論したい人とか思想強いから絶対折れへんやろ。ご飯食べた、最初の方に食べた、今日はお寿司です。わからないのが普通だと私は思います。面白いなーって言っても折れへんやろ自分。いや違うって言うやん。でいや違うんや、あなたが間違ってるって言われるのが嫌やから、私は巻き込まれたくない派。その考えもあるんだね、いいねって言ってくれたらいいけど、私もそう言われたら確かにその考えもあるのか、いいねって返したくなるけど、そんなうまくいくもんじゃないから。絶対はないって言っても、今あなたさっき違うかったじゃない、もういいわ。あと1分でランキングを見ます。明日と明後日だけ耐えれば。テストいけんのかな。ほんまに寝たいねんけど一回。土日もあれやったから。大丈夫かな。集中して解ける気しんひんねんけど。シャトご飯。キング見ます。13位、ブロスさんありがとうございます。12位、リュウさんありがとうございます。11位、セイ君さんありがとうございます。10位、アラケンさんありがとうございます。8位、タカヤさんありがとうございます。9位、タカヤさん、あれなんかずれた。8位、ヤン008さんありがとうございます。7位、佐藤くんさんありがとうございます。6位、ポンさんありがとうございます。5位、ヨシさんありがとうございます。4位、たかしさんありがとうございます。3位、あさんありがとうございます。2位、やすさんありがとうございます。1位、だてちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。アイマスクないねんな。最後に花とスクショして。オッケー。これは正解ですか？この花の名前が気になる。めっちゃ今日理科やってたからさ、毛状脈とシダ植物にしか見えへん。どうしよう、これシダ植物かな。でもシダってこんなしっかりしてるイメージないねんけど。ソシオ類、端子入ってないんじゃん。全部装置じゃない。まあ端子この長さでは入らないけど。ちょうど理解やってたからさ、今日シダ植物好き。
私花根好き、コケ植物の花根かわいいね、あのちょろちょろって出てんの。植物の範囲まだマシやわ、生物と。なんかもう酢酸オルセインとか出てきたらもう分かる。あの実験私出てないもん。え、ほんまにあれ積んでると思うわ、酢酸オルセインとか、なんかなんたら BTB 溶液みたいなやつさ。いっちゃ難しいとこやのにさ、実験行ってないねん、休んでるねんその日。悲しすぎる、一番分からんねんそれ。ほんまにいっちゃん分からんから、そこいっちゃん受けたかった。酢酸オルセイン溶液みたいなやつ、なんか染色じゃないわ、核を観察しやすくするみたいな。いっちゃん分からへん。まあ適当に二酸化炭素って書きます。さよなら、明日で最終日なんで。ピーって聞こえへんかと思ったけど聞こえてた。